4日間ぐらいぶっ倒れてたけど、治ってきたので次の動画を作ります。季節の変わり目になるとすぐ体調崩す虚弱体質。これでも小さい時よりはだいぶ強くなったんだよな。そんなことより、今回うちらが引いた役職は霊媒師。本家人狼ではおなじみの役職で、死んだ人が何者だったのかを知ることができるクルーメイトだな。かなり強い役職なので、霊媒師の能力を使用できるのは2回までという制限があります。一番多い使い方としては、ローラーの際に最初に釣った人を占って、釣った人が人材だったらロラストップ、クルーだったらそのままロラ続行というのがありそうだね。うまくいけば一人の尊い命が守られるので、非常にコスパの良い使い方です。とか言ってる間に停電起こって、画面が暗くなってるんだけど、こんだけボタン前に人がいるのに、なぜ誰もボタンを押そうとしないのか、正直この話題だけで、卒業論文書けそうな気がするわ、落胆不可避。こんなんで卒業できたら、世の中の大学生はみんな卒業研究で苦労しないんですよ。村長一体誰が村長を初手記したんだ。この卑劣な犯行には、令和のガンジーと呼ばれた私でも激おこステックサイナリアリキプンプンドリーム。あれ、でもメメントモリさん最初キッチンで見た気がするな。とりあえず、自分みぞれさんグサオさんガンマスさんには白が出ますね。ここの4人は、ずっとミーティング上で固まってたので記録不可能です。いや、増えるんだったらボタン押せよ。普段押さない人には言われたくないですね。ちなみにラテさんの言う通りメメントモリさんがキッチン付近で記録されたのなら、メテオさんと自分も白出せると思う。自分が停電直してる時に、メテオさんがプルプル乗って昇降機見に来た感じだろうから。せやで。となると容疑者候補として残ってるのは、イエモンさんとラテさんだけ？ちなみに自分ミーティング行くの遅かったけど、メテオさんと一緒に金庫室いたと一応言っておくね。さっきも軽く言ってたけど、自分目線メメントモリさんが、キッチンに湧いたところまでは見てました。自分はそのままブチコ側に行って、停電が来たけどイエモンさんがキッチンにいたのを見てるからサボタージュを無視、そしてそのまま宿舎前まで行って、下の扉と金庫室側の扉を開けてボタンといった流れです。だから次宿舎前に湧いてくれれば、右側だけ扉が閉まってるはずなんで確認しといてください。あれ、それだと金庫室にいたメテオさんの死人がないのはおかしいのでは？宿舎前まで来たのは最後の最後なんで、死人なくてもおかしくないと思うけど。いろんな可能性考えたけど、やっぱりイエモンラテのロラで一人が落ちそうだね。ミーティング組で4人しろ、メテオひなにラインで相互しろだったら確かにそうなるか。まあちゃんと絞れてるんだったら、ロラを飲むしかないですね。それじゃ、イエモンさんつって霊媒師に役職見てもらいましょう。初手級はこれがあるから怖いんだよね。なんかイエモンさん、この会議マジで一言も喋らずに釣られていったな。ずっと黙ってたのは霊夢さんも同じでしょ。でもまあここで喋りまくったところで、釣られる運命は変わらなかったとは思うけどな。そういえば、初手からキルが入っているのを忘れてましたが、今回の役職はこんな感じです。殺し屋だけがちょっと面倒な役職なので、詳しく知りたい人は前回の動画をチェックしといてください。解説役の職務放棄すな。最初は丁寧に1役職ごとに説明してたのに、いつからこんなんになってしまったのか、そんなことより、またサボタージュでボタン押せなくなってますよ。もう完全に、インポスターにも手遊ばれてますね。前回に引き続き、今回もボタン前でサボタージュが治るのを待つ。ちなみに前回も今回も同じようなことをしてるせいで、全く自分のタスクが終わってません。絶対自分だけタスク残して負けるやつじゃん。今回は人数が少ないので、パッパとタスクを終わらせないとタスク勝利は難しいです。よし、それじゃあここからが霊媒師の使いどころ。前回釣られたイエモンさんがクルーならラテさん釣り、インポスターか殺し屋ならロラストップって感じだが、イエモンさんはクルーメイト、つまりラテさんを釣れば一人外釣れるってことですね。皆さん聞いてください。私霊媒師、イエモンさんの役職占った。なんで片言？イエモンさんはクルーメイトです。悲しき犠牲でした。いやいやいや、それじゃあ絶対どこか間違えてる。そういえば、さっき宿舎の扉にてって言ったけど、誰かちゃんと見た人いないの？そういえばそのことすっかり忘れてたわ。自分がメインから宿舎行った時には開けられてたから、その点に関しては何にも。仮にどこかでミスがあるとして、可能性があるのはひな兄さんじゃない？いやいやそれはない。メテオさんと自分で見合ってるからちゃんと相互しろとってる。マジか。ここで自分釣ったらクルー負けますよ。そもそもメメントモリさんがキッチンにいたっていう情報を出したのだって自分ですし、普通人材ならそこ黙ってると思いません。ここまで白が出るとは思わなかっただけじゃないかな。実際ミーティングに人固まってなければ、もっと容疑者絞れなかっただろうしね。自分視点ではメメントモリさんがエンジンメインと抜けて、ベントでキルされた可能性も全然あると思ってる。そうなると、メテオさんとひな兄さんのどちらかがキルに関与した可能性が出てくるんじゃないかな。ここで霊夢は、走っちゃいけないタイプの電流が走ってしまう。ラテさんを釣れば、人外が釣れる状況で、一体霊夢はどんなガマ推理をしてしまうのか。いや待てよ、ラテさんは確かに、発言が人外っぽくはない。メメントモリさんの情報を出したのラテさんだけだし、それ以外にも多くの情報を残してた。となると実際にキルしたのは、メテオヒナニーライン。そうか、多分ヒナニーメテオはジャッカルサイドキックのラインで繋がってて、かばい合ってる可能性もあるのか。メテオさんとヒナニーさんの他からの死人がない以上、その可能性は否定できない。となると、白角役職である私が取るべき進行は、メテオさんヒナニーさんのどちらかを釣ってから占って、ジャッカルだったら両方釣る、これしかない。ちなみにさっきのガバ推理は、却下され普通にラテさんが釣られました。よくよく考えたら初手に人外と繋がってキルするとか、この状況じゃ追う必要なかったな。危うくガバ推理で、村を一つ壊すところでしたね。
その後、伊達さんの役職を見たらインポスターだったので、霊媒師の仕事はこれにて終了。なのでこの後は、この溜まりに溜まったタスクをしなければ、タスク1個しか進んでなくてさ。ガチで今まで何やってたんすか？タスクが進まない。だったら気にして手伝ってあげるね。結局試合の方は、ジャッカルが残ってたためそのままジャッカル陣営が勝ちました。何回スキルもしてないのに勝てたわ。僕がさっきのターンで2人キルしてて、あと1人キルできれば勝ちだったのに。自分がやったこと、最後にブサオさんをサイドキックにしただけだもんな。1試合目を短くしすぎて、尺が足らなくなったので2試合目、役職は引き続き霊媒師、役職構成も同じだから特に言うことはないぜ。同じ役職に村構成、すごくデジャブを感じます。いやぁ、それにしてもこの何もない時間って、何話したらいいかわかんないよね。そこをどうにかするのができる実況者ってやつですよ。人生経験の少なさが、この動画にも顕著に現れてます。ブロックソすぎて泣いた。その後、30秒ぐらい後にグサオさんによる緊急招集。約1名犠牲者が出てますが、これぐらいで済んだなら許容範囲ですね。キルされたのは霊マリさんだけか。これぐらいだったら許したるわ。何を許すんだ何を。村長が命の選別するのやめてください。とりあえず、霊マリさんの死人情報は見てない。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 霊マリさんは死人なしと。とりあえず自分アドミン情報持ってるんで、みんなの最終位置お願いします。電気室に、ブチコ、展望、エンジン、メインにそれぞれ一つずつついてました。自分ブチコ。俺展望。最後の最後だったらエンジンは多分俺。そして自分がメインだと思います。それで電気室にいたのは。それは多分僕ですね。最後診察室側から入った瞬間に招集あったんで。電気室についてるってことは、死体は多分そこにあると思うけどな。位置的には、メテオさん、ひな兄さんが一番怪しいって感じだね。石油方面から来たらほぼひな兄さんかなって感じだったけど、バイタル側からだったらわからない。そういえば最後の最後だったら、ガンマスさんメインから引き返す動きしてたけどあれなんなん。メテオさんが怖かったから距離を取っただけです。ソーシャルディスタンスってやつですよ。ガンマスさんもメインからエレキに降りて、直前に切るっていうのもあるんじゃない？メテオさんと別れてからの時間的に、厳しくないですかね。その後ラテさんがボタンを押して、会議が再開。誰もボタン押さないから、次の被害者でないかヒヤヒヤしてたけどそんなことなかったね。ちょっと前に犠牲者が出た事例もあるので、少し心配してました。話聞いてた感じでは、ひな兄さんが一番怪しいかな。いやいや、それ以外でもガンマスさんとかも全然ありえるんじゃないですか。メインシャワーを封鎖してたとは言ってたけど、その瞬間を誰か見てたわけでもないし。自分からメテオさんには城出せないけど、メテオさんからは城出せると思うんだけどな。多分無理だとは思うけど、確実に城は出せないわ。とりあえず話を整理すると、キルに関われるのがひな兄、メテオ、ガンマスさんって感じかな。みぞれさんはラテさんと一緒にコクピット、グサオさんはミーティングなんで関与は不可能だしね。それでこのターンはひな兄さんつって、霊媒師に役職を見てもらいましょう。ひな兄さんがキルできる人材だったら終了。それ以外だったらメテオガンマスのどちらかを釣る感じで。となるとひな兄さんじゃなかった場合、どちらを釣るかって話になりますよね。まあそれは、ひな兄さんの役職分かってからでも遅くないから次の会議でもいいんじゃない？重要な場面で使用できるよう、取っておいた緊急招集権をここで使用。自分は周りのボタンを押すよう発言を信用してないので、きちんと自分が押しに行きます。もう少し仲間を信用しろよ。役職カミングアウト、自分霊媒師です。ひな兄さんの役職なんですが、占った結果マットメイトみたいですね。うわマジか、地味に面倒なことになったな。まあ人材一人連れてよかったねってことで、切り替えてロラ続行しますか。今気づいたんですけど、経路とアドミン情報合わせると、自分エレキ行けなくないですか？最後の最後にエレキに行ったのであれば、アドミンで反応の増減がわかると思うので、確かにアドミン情報は合ってる。ってことはエレキに行ってないっていうのも、信憑性あるのかな？ということは、もうメテオさんしか残ってないのでは？おそらくひな兄さんは、霊マリさんの死体を発見自体はしてたと思う。だけどマットメイトだからその情報を隠して、スルーしたっていうのがありえそうだね。なるほど、それだったら経路的に怪しかったのも納得できる。それじゃメテオさんを釣って、霊媒師にまた占ってもらえばいいんじゃないですか？そしたら自分の城も証明できるし。そうですね、ただ仮にメテオさん違ったら、次ガンマスさん釣られるけど。そんな、それじゃ、メテオさん釣りますか。ちなみにこの後メテオさんを占った結果、キルできる殺し屋だったためロラはここで終了。これによって、割と怪しい位置にいた一人の命が救われました。人材が二人いなくなったし、あとはインポスターとジャッカルに気をつけるだけ。あんだけ人材釣ったのに気をつける要素多くてくさ。そろそろみんなタスクも終わる頃合いですし、このままタスク勝利でも目指しましょう。まあ勝つのは、我々ジャッカル陣営なんですけどね。最初インポスターだったのに、1キルもできずにグサオさんにスカウトされちゃいました。ということで、今回の動画はここまで。体調不良や用事などで、先週は動画出せずにごめんなさい。どれだけ忙しくても、なるべく週1はキープできるよう頑張りたいところだな。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。